でもエロは世界を救うよ、本当に。あなたの英語はどのくらいいいですか？とても悲惨です。英語話せません。もう英語全然話せないよ。いやもう自分の英語は悲惨よ、本当に。もうファズモフォビアで一回やらかしたから、本当に。もうライトが点滅した時に何て言えばいいのか分かんなくて、あ、やばいっつって、もうライトチッカチッカっつってたからそのぐらいひどいです。あれ結局なんて言うんだっけな、忘れちゃったな。フラッシングだっけな、なんだっけ、ライトのあの点滅することなんて言うんだっけ。教えてもらったのに飛んだ記憶から。デルグリッシュは本当によろしゅうないよ。もうだって中学生の頃の英語とかでもなんかそんな日常会話で大切なものを覚えるよ、真っ先にあのペニスってワードを覚えたから。いや、みんなだってそんな英語習い出す中学生の頃なんてねえそういうなんか下ネタみたいな覚えがちじゃないの。数学でパイとか出てきた時みんな興奮したでしょ、絶対に。パイってみんなそんなもんなんだって。あ、フラッシュライトか、やめとけ、あかん、やめい、すいませんでしたすいませんでした、ごめんなさい YouTube さん、ここ YouTube だからやめい。いやマジ YouTube くん、もうちょっとさ、そうちゃんとこう判断してよね、ほんとにマジで。おっぱいボインボインのピアノのお姉さんはセーフなのに、ただ純粋にうどん食ってるだけのおじさんをバンするのは違うよ、友人。嫌いなお菓子はありますか？嫌いなお菓子、え、なんだろう、あんまりないかもしれない。え、なんかデルタさんさものすごくおっさんだから、そもそも駄菓子をあまり食べない。こう駄菓子食べるよりはおつまみ食べる人だから、あんまりその駄菓子系に触れたことがないな。ダメだよ、ほんと好みがおっさんだから、ほんとに。なんか今時の可愛い子みたいに、あ、もうめちゃくちゃマカロン大好きとかマシュマロが好きなんて言えないんだよ、おじさんなんでね。酒飲まないくせにおつまみ大好きだから。いや、おじさんよ、ほんとに。じゃあちょっとデブ隊さん連れてくるか。ね、あの、このさ、ボイスチェンジすっごいお姉さんボイスになるんだよね、私が使うと。結構いい声してる人はね、このボイスチェンジ使うと、イケボとかカマボになったりするらしいんだけど、なんかデルタさんが使うと、めちゃくちゃお姉さんみたいになるんだよね。なんでなんだろうね。帰れ。え、ちょっと待って、辛辣すぎない？帰れ。俺まだ登場したばっかりなのに、帰れまで早すぎない？大丈夫？やめてよ、なんかただでさえ周りから当たり強いんだからさ、もうちょっとなんか親切に扱ってよ、私のことを。おじさんかわいそう、おじさんかわいそう。帰れって言われてたけど、大丈夫かな。どうしよう、この後ちょっとリストカットしてるかもしんない。デルタデラックスさんいやでもね、そうマジでね、そう自分の声なんかうまいことね、ボイスチェンジハマってくれないんだよね。なんか同じエフェクター使っててボイスチェンジやってる人、結構なんか元の声があまりよろしくない人でもこう結構イケボになってたりとかカワボになってたりするんだけど自分なんか高くしても低くしても変わんないんだよね。なんか変な方向に変わるんだよね裏で泣いてるよ、多分泣いてるよ今頃。もうだって登場して速攻何秒、1分も喋ってないよおじさん1分も喋ってないのに帰れんの一言で済まされたからね、かわいそうにデブボー。
あーすいません、ピザ一つ、あとおでんバケツでください、あとファミチキ4つ。